今日午後、青葉区の仙台西道路のトンネル内で走行中のバスに乗用車が追突する事故がありました。今日午後四時半ごろ、青葉区の仙台西道路の青葉山トンネル内で。走行中のバスに乗用車が追突する事故がありました。この事故で乗用車を運転していた三十代の男性が軽いけがをしました。バスは。 山形駅から仙台方面に向かう高速バスで。当時車内には運転手一人と乗客三十五人がいましたが。いずれも怪我はないということです。事故の後、乗客はバスを降りて、トンネル内を歩いて避難し。トンネルの出口では、道路の脇に避難している大勢の人たちの様子が確認されました。警察が詳しい事故の原因を調べています。